川上哲太郎は、日本の文芸評論家、音楽評論家である、日本芸術院会員、文化功労者。バレリーやジードを翻訳紹介しフランス象徴主義の影響下に、評論活動を展開、近代批評の先駆者となる、シェストフの紹介者としても知られた。小林秀夫、中原中也、大岡翔平、青山二郎、諸井三郎、吉田健一、 シラス二郎たちとの信仰も有名。なお、夫人綾は、男爵、大鳥圭介の孫にあたる。父国彦は、日本郵船の造船工学に師。父の赴任先の長崎市に生まれる。本籍地は、山口県岩国市。川上家は、江戸時代は、岩国藩市であった。祖父逸は、勝海舟、今北高専、玉野聖理らに支持した。川上はじめは、親類にあたる。 1908年、神戸市立諏訪山小学校に入学。1914年、旧正兵庫県立第一神戸中学校に入学。1916年、旧正東京府立第一中学校に編入学。同級に、富永太郎、一年下に、小林秀夫がいた。1919年、旧正第一高等学校文科高類に、 入学するも1920年に休学し、ピアノを習う。また、この年、満州、武順に遊んだ。1923年、東京帝国大学経済学部に入学。1924年、月刊学府市に音楽評論、音楽における作品日と演奏日を発表。1925年12月、富永太郎死去。1926年、 東京帝国大学経済学部卒業後、3ヶ月のみ、東京帝国大学文学部美学科に在籍。河野与一教授のライプニッツの講義に出席。1927年10月、諸井サブローラと7名で、落団する矢を結成。1929年4月、同人雑誌、白地軍総監、編集人となる。同年6月、白地軍二校に、バレリー。 レオナルド・ダ・ヴィンチ方法論助説を訳出。1930年5月、同人雑誌、作品創刊、同人となる。同年6月、作品2項に、自然人と純粋人を発表。同年8月、作品2、ウザエモンの死と変貌についての対話を発表。1931年、英国から帰った、吉田健一が、親戚の病気見舞いに行き、川上と知る。 以後、川上に支持する。1933年、改造3月号に、落団解消論を発表。物議を醸す。1934年、シェストフ、悲劇の明らかくのドストエフスキーを川上が、ニーチェを、安倍六郎が、文壇翻訳し交換。文壇に、シェストフ的不安の語を流行させる。1935年6月、ベルレーヌ、英知役室。 1936年、文学界1月号より、同人に参加。同年3月、牧野新一死去。1937年8月、慶伊沢滞在中に、中原中也から、自生みたいな手紙が来る。同年10月、中原死去。同年12月以降は、文学界編集の主担当となったが、1938年1月号が、発禁処分に遭う。 同年十二月、おとらくと文化を観光。これを契機に、山根銀にと論争。1940年1月、夫人公論に申請書講義の連載を開始。同年7月、道徳と教養観光。1942年5月、国策団体である日本文学法国会評論部門幹事長に、 就任し、やがて審査部長となる。同年10月、反西洋的なシンポジウム、近代の彫刻に、司会の立場で参加した。1943年8月、雑誌、批評導人に参加。1945年10月、東京新聞へ、配給された自由を執筆。革新派人営より論乱される。1947年11月、旧正都地区が、 岡と呼ばれた玉丘陵の一角である神奈川県川崎市片平に今日定める。1950年9月、郷里岩国の近代郷の流出を檻から帰省中で見ることとなる。1952年2月、初めて放送でピアノの演奏を披露。同月発行の草原音楽講座総論編に音楽における独奏を聞こう 1953年8月から9月にかけて英国外務省の招きで福原林太郎、池島信平、吉田健一と共に本人初の都営。ロンドン、マンチェスター、スコットランドを見学した後、パリまで回って帰国。1954年に私の死と真実で読売文学賞評論部門を1960年に日本のアウトサイダーで 新潮社文学賞を受ける。1961年、日本芸術院賞を受ける。1962年7月、吉田昌院明治維新の採票値を発表。自らが提唱する公文学論の実践の皮切りとなる。1963年に、日本芸術院会員。1968年、吉田昌院部と樹による、人間像により、野間文芸賞を受ける。 1971年、アリウレイ日記で、日本文学大賞を受ける。1972年10月、文化功労者。同年12月、岩国市名誉市民に選出される。1977年2月、歴史の強音観光。同年3月、我がドストイエフスキー観光。同年8月、吉田健一死去。密相において、友人代表として、 ラフォルグの詩の一節を読んで別れを告げた。1980年、肺がんのため築地の国立がんセンターで没した。東京カテドラル教会にて、カトリック層。葬儀主催者は井上洋治神父。葬儀委員長は小林が務めた。京里岩国市でも葬儀が行われた。ありがとうございます。